皆さんお日本がですねで今あ,ある状態と我々のチャンスについてちょっと話してくれないかということでやってきましたタイトルは「新日本」と <laughs> まあなぜかっていうのはだんだん分かってくると思うんですけれども今私たちがですね置かれてる状況っていうのをちょっとまあリキャップ的にしたいんですけれども あの一番ですねこの三十年ぐらいで私が思う世の中で一番起こっている変変化はコンピューター持ち歩くことだと思うんです。三十年前のスパーコン一番早かったクレイのコンピューターの数十倍早いコンピューターを皆さんがポケットに持ってます。iPhone 六で二十倍早かったんです。セブン以上持ってる人はもっと早いです。とんでもない早いコンピューター皆さん持ち歩いてるんですね。でなおかつ大気は異常な勢いで増えていってます。大体この十数年で千倍以上になりました。 で私のあたりでヤフジャパンができてから20年間で1万倍以上速くなってます。そしてこれから 5G になると、この体域はもう1000倍速くなることが決まってます。いいですかで、今ですね、パケットプランが15ギガのやつは50ギガになりましたけど、たぶんあと5年から10年でですね、1ヶ月のプランが5テラとかになります。5テラプランの時代が来るすごい時代なんですね。えー、まあ、これがいわゆるビッグデータですね。これはもうめちゃめちゃのログデータが吹き出してきてるわけです。 だけどおまあ幸いですねコンピューターってとんでもないスピードで進化してます、えー、なので、えー、そしてチップの数も異常な勢いで増えてますから処理できるものが増えていってるとでもう一つラッキーなのはですね、えーまあ、このコンピューターのおかげが結構大きいんですけどあとデータのおかげですね今までだったら絶対に可視化できなかったデータが可視化できるようになってきてますでもう全く走らなかったですねニューラルネットワークが走るようになってディープラーニングが動いてます またですねこういう異常なパターンというかですねもうデータが多すぎてですね数字の並列で絶対にわからないパターンも見えるようになっているということですね。まあ、結果として我々はまあこれに近いですね異常なタイミングに生きていると。おまあ、産業革命というのは2 3 0 0年かけて起こってきたわけですけれどもだいたい1800年代になるかならなかった頃は日本もアメリカもですね世界中。 90%以上の人が第一次産業に従事していたことが分かっています。アメリカで96%だったと言われています。でも今スーパーしか働いてないですね。でも、我々は全然生産性高く生きているわけです。で、それに近いぐらい私たちの今の時間っていうのは何ちゅうか情報処理に使われてますね。これが解き放たれるという非常に重要な時間っていうか、タイミングに生きているという。とても面白い時に。 僕らは生きて,るっていいるうこととは言えるかなと思いますだここに生きてるっていうのはもうやっぱりもうエンブレスしなきゃいけないもう死ぬほどラッキーなことで超面白い時なんですね。確変モードであると <laughs>、えー、そうなんですよで過去2000年ぐらいのですね、まあ、正確に言うと100万年の人間の生産性を調べたと言い張ってる人がバークレーにいるんですけど彼によるとですよ真実かともかくとして、えー、ローマ時代から産業革命までの2000年かけて生産性は2倍にしか上がってないです。 ただそこからあとですね、150年かそこらかけて生産性が100倍近く上がっています。ただよく見るとですね、マクロ的には今若干差しってんですね。これがもう一発跳破んじゃないかっていうのが今我々が見ている時だと思います。で実際ですね非常に面白いサインが生まれてて。 あのマーケットキャップのランキングを見てもですね上の方はほとんど ICT と言われてですねインフォメーション・コミュニケーション・テクノロジー系の企業が並んじゃって世界最大級のメーカーといえるトヨタの上にですねアリババとかアマゾンがいるというそういう時代です、えー、であの付加価値の総和で見た GDP で見てもですね過去20年間で実は ICT セクターがなかった日本とは縮小の経済であったということが分かっていますこれは実は世界的にも大体どこ見ても似たような傾向にあって、えー、成長のドライブというのはこの ICT になっています しかも面白いのはですねこの利益よりもはるかに ICT 系の企業というのはマーケットキャップが大きくて世の中を変えている感というのは富につながるというですねつまりですね妄想力が富を生むという驚くべき時代が来ているわけですよ。だから国富を生み出すのはですねハードワークというよりも妄想力の時代になったということそれを頭に置いてじゃあどうやってやっていったらいいのかということなんですがざっくり言うとですね3つのことが非常に重要だというふうに考えています。 1>, 1つは非常に多くのデータをですねマッシュビにいろんなところに使うということですね。で2つ目はそれをですね非常に強烈な力で安くガンガン処理をかけると3つ目は当然ですね非常に世界レベルのですねサイエンティストエンジニアが入ってガンガンやるということなんですがこれちょっとですね非常に語られることが珍しい日本の不都合な真実がありましてまず最初のデータこれは あのー、正直、勝負になってないです、す、あ、べ、のー、てのフィールドにおいて全く勝負になってないです、でデータを使おうという話で、ですね今あの、自動走行車とかいろいろありますけれども、それの手前でですねルームシェアリングと貸し上これ、データを使う産業がいろいろあるんですけれども、これらほとんど保護されててできないです、この国はですね。 でもっとですね問題は、ですね例えば自動走行車って、まあ多分自動走行車が世界一作る国は日本になる可能性が結構高いんですけれども、日本の道はこんな感じで、無理です、<laughs> 無理なんです、<laughs> あのですねこう向かいから来たおばちゃんがいて、ですねこう気合とかで、ですねお前よけよとかで、人の家に入って、ですねもう場合によっては10メーターぐらいバックしてすれ違うとかっていうのは、自動走行車にはできません。 完全に止まっちゃうんですでこの話は技術で解決しろという人がいるんですけどいやできますよ、空飛ぶ飛行あの車とか、ね、足生やすとかもう3000万になりますよ、車はね。だからそれは無理なんですねで。ドローン飛ばそうとしても見た通りです、ね、いいですすねいいかこれ東京と港区もう平屋と50階建てが混在しています、えー。パリとかはです、ね、ほとんどフラットです、ね、エフェルタワーしかないんでドローンゾーン使えば飛ばせるんですけれどもこれできないんですね。 えまた、データ処理ということで見るとですねあのそもそもデータプロセッシングコストというのは電気代なんですけれども,もう勝負になってなくてですねなんかよく分からないからデータ処理に金がかかるとしかもですねそのソリューションというところを見るとですねまあこれもう本当にうかごく一部ですけどもおほとんど日本というもののプレゼンスはないですね。ということで非常にデータプロセッシングによって日本はビハインドですというかものすごくやばい状態なんですね。 でそこの技術の一つの革新であるですねディープラーニングのあのキーセンターというべきところがあるんですけれども、まあ、この辺の人たちというのはまああのこの業界の人はみんな詳しいんですが有名人です。もう全部海外です。北米およびですね英国に集中してます。えー、こういう状態です。じゃあエンジニアぐらいいるだろうと皆さん思われるかもしれないんですけれども。 えー、確かにいます、結構いるんです、でも日本はアメリカのサムネイですで、ここの真ん中はミッシングというところがミソで、えー、当然日本人とは無意識にです、ね、アメリカの次だと思ってるんですが、そんなことはなくてです、ね、中国とインドには負けてるんですね、えー、もうこういう状態で,です、ね、ビッグデータ人材はもっと少なくて、多分、もっと7、8番目の可能性すらあると、でナンバーをです、ね、触っていく人自体がです、ね、足りないんですね。 あのでもサイエンスやテクノロジー系の大学卒業生の数っていうのは実は1年あたりで,です、ね、人口5000万の韓国より10万人以上少ないです。なぜかというと韓国だとかドイツっていうのはあのテクノロジー利国だという意識が強いんで大学生6割以上利系なんです、日本2割なんですね、で私みたいに博士課程とか行ったら変態扱いされてたってすごいやばい生き物なんですよ、<laughs> なんでなんだろうっていうこういう状態ですよね。 でそのアナリティカルなトレーニングを受けた人の数も超少ないですもう100人当たりでアメリカの3分の1しかいなくてですねその数学大国のポーランドみたいなところから比べると一桁少ないわけですねでこれは人間の数だけの問題ではなくてですねプログラムもすすごいい足りてないですあのデータサイエンスのプログラムっていうのはアメリカ全然なかったんですけどもたった1年で500を越したんですが日本はようやく今度の春にですね滋賀大学にできるぐらいでですね全くないという状況です。 だこれは,は、まあ、人が足りないという問題なんですけどもしかもです、ね、そういう人を発見するのは困難なだけじゃなくてあんまりですねこれ産業的なことやる気ないんですよ。こう皆さんがエジソンになれるような時代なのに全然やる気がないということで多分我々一緒なオタクではなくてです、ね、やっぱり世の中変えるんだというです、ね、こういうハッカーとかグイックみたいなです、ね、人たちが必要なんですけどもちょっと足りてないと。ということで、えーまあ、勝負になってないわけです。えー んちゅうかですねこう,こういう時代がありましたよね <laughs> 結構やばかった時があったわけですねええ限りなく何もない状態に戻ってしまってるとえじゃあ日本に希望はないのかっていうと産業革命を振り返ってみるとですねこれ実は大きく3つぐらいフェーズがあるわけです1750年代後半からのこういう新しい技術が生まれた時代があってそれがまあ応用が出てきて そしてさらにですねエコシステムというべき非常に複雑に絡み合ったものができていったとで日本はどうしてだかというとですねフェーズ1ちょんまげを言っててですね、えー、9割以上の田んぼを耕してました100年以上の田んぼを耕してたんであんまり参加してないんですよねでも突然やってきてですねこういうふうにです、ね、ぶち切ったという過去があります。 えー、そしてなんかよくわかんないぐらいすごい新幹線作ってみたりです、ね、なんかよくスパコンとかも作ってみたりしてたりしてなので、まあ、フェーズ1に乗り損ねたことは明らかなんですけども、まあ、気にせずですね <laughs> あのフェーズ2と3がやってくることは確実ですからこれに向けて頑張ったらどうでしょうかというのが今ここで皆さんに提案したいことです。えー まだ,まだいう見込みはありますし、過去もです、ね、フェーズ1やったことないんですよ、この国。まあ、あのなんか気にしなくてよくて、ですねフェーズ2と3、もうビッグウェーブが来ます、波に乗る準備をして乗りましょうということですね。えーまあ、しかも、ですねこうう非常に優れたコンセプトがこの国にはいっぱいあって、ですねゴーシェルとかですねドラえもんとか、ですねなんかやばいアイデアが山のようにあって、ですねこれ、まさにフェーズ2、フェーズ3じゃないですか。 ね、ネタはあるんです、アイデアはあります、ね、また勝てます、私たちは。ね、そして、ね、この間です、ね、やってた映画で非常に感動的なセリフがありました。この国はスクラップアンドビルドでのし上がってきた、今度,はた今度も立ち上がれると、まあ、シン・ゴジラのセリフだったんですけれども、ま,あ、まさにです、ね、非常に面白い局面で、われわれはもうほとんどスクラッチなんですけれども、まあ、もう一回やりましょうよと。 ねえー、いうことで気持ちよく戦えるんじゃないかなというのがまあすっきりとやりましょうということで、えー、私の話は以上です。